はい、皆さんおはようございます。 Good morning everybody。 今日はですね、 Today、初の創設期の動画をちょっとこれから撮影したいと思います。それでは行ってみましょう。 I shoot video of snow thrower for the first time in this season。 ちなみにですね、12時15分の朝9時は、9時3分ですね。 December 15th 9:03 AM。いよいよ透接機を使うシーズンが始まりました。 It has finally started the season of using snow thrower。 まあ雪の動画はですね、結構海外の方も見ていただいてますので、ちょっとね、今年のチャレンジとしてナレーションを英語訳もね入れてみようかというふうに思います。 I'll try narrating in EnglishBecause snow movies are watched by foreign persons。 ですが私は英語がそんなに得意ではありませんので、発音とかちょっとね間違ってる部分もあるかもしれませんが、そこはですねちょっと多めに見ていただければというふうに思います。 But I'm not good at speaking in English, so I may mispronounce. Please forgive me。実は最近長男のですね、カズマサを送迎する際に英語の発音にね慣れてもらおうと思って、まあ、教科書の内容が、まあ、音声になってるデータが、まあ、スマホに入ってるので、まあ、スマホで聞けるんで、まあ、それをね一緒に聞いてですね、で口をついて発音ができるようにするためにね、移動がてらちょっとそういうのを訓練してるんですね。Recently, when I send my eldest son, Kazumasa, by car, we train English pronunciation using smartphone. We can listen to audio data of textbook. なので、まあ、長男の Kazumasa だけじゃなくて、自分もですね、そのアウトプットとしてですね、まあ、こちらの動画でですね、まあ、英語をですね、下手くそで恥ずかしいんですが話をしてみようというですね、まあ、そういうことに挑戦してみようというふうに思っております。 So, not only my eldest son Kazumasa, but also I speak English in this movie。 はい、ここでですね、ちょっとどれぐらい積もってるかというのをちょっと見てみたいと思いますが、ちょうどね、膝と足の間ぐらいまで詰まってます。これ自分ここからここまでが20センチメートルなんですけれども、だいたい20、そうですね、30センチくらい積もってる感じですかね。はい、 The snow height is 30 centimeters。というわけでね、今年はその英語の翻訳もですね入れながらナレーションをね入れていこうと思ってますので、かなりね動画の編集に時間がかかることが予想されます。なので、まあ、毎日ね、雪が降ったらアップするというやり方はちょっとやめまして、1週間に1回ね、その週の動画を、まあ、総集編としてまとめてですね、それに、まあ、ナレーションをつけていくような感じで、ちょっと無理のないペースでね動画を更新できればというふうに考えております。Because I'll add English narration on movies, I anticipate that video editing takes time. I'll quit the way I upload movies every day when it's snowing. I'll upload the movie once a week.、まあ、果たしてね、これがどこまで継続できるかというのは私も全く予想がつきませんが、まあ、このようにね、YouTube 上で、まあ、宣言するとですね、まあちょっと途中でやめたってやりにくいんで、ちょっとね英語の勉強も兼ねて頑張ってみたいなというふうに思っています。 I don't know how long I can continue this English style movie. If I declare on YouTube, it's difficult to quit. So I'll try as studying English.
この動画をやってる期間にね、どれほど成長があるかどうかはわかりませんが、まあ、このね、シーズンの始まりと終わりでね、どれぐらい英語の発音がね、上達しているのか、ということをですね、もし、よかったらですね、この視聴者の皆様には、見ていただければな、というふうに思います。I don't know, I can improve my English, darling, this winter. Please watch to improve my English. ちょっとね、こう最初の1本目、この翻訳しながらやってみてね、かなり今編集で手間取ってるんですけれども、相当大変なので、一旦ね、この動画はね、ここまでにしてね、あとは、音声なしで、お楽しみください。It's so hard to narrate in English. So, narration in this movie is finished. Please enjoy watching this movie without narration.はい、これでね、終了いたしました。ありがとうございました。This movie finished. Thank you.